はい、今回の動画は Windows 10の April 2018アップデートから追加されたタイムラインの機能をオフにする方法をご紹介します。で、最大でですね、30日前まで遡ってですね、この作業履歴というのを記録をして、検索したりだとかね、この再実行できるね、タイムライン機能なんですけども、機能としてはですね、便利な機能だとは思うんですけどもね、中にはですね、こういった作業履歴をね、パソコンの方に残したくないという方もいると思いますんで、今回の動画ではですね、そのタイムライン機能をですね、オフにする設定方法をご紹介します。それではね、まず設定の画面を開きますんで、このスタートボタンですね、こちらをクリックしてもらって、この設定のところですね、こちらをクリックします。で、次にこの Windows の設定の中からこのプライバシーというね、項目がありますんで、こちらをクリックしてください。はい、で、次にこのプライバシーの中にですね、このアクティビティの履歴という項目がありますんで、こちらをクリックします。はい、そうするとこのアクティビティの履歴のね、画面が開きますんで、この中のですね、ここですね、Windows でこの PC からのアクティビティを収集するというところ、ここがですね、標準だとチェックが入ってますんで、このタイムライン機能をオフにした場合はですね、ここのチェックを取っちゃってください。こうすることによってですね、この作業履歴がね、記録されなくなりますんで、タイムラインの画面をね、開いてもですね、何もね、記録が残ってないという状態になります。といった形でですね、今回のこの April 2018アップデートが適用されるとね、このタイムライン機能っていうのが自動で追加されますんで、これを使いたくないっていう方はですね、こちらのね、チェックを取ってもらえればと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。